ニンテンドー DS や Wii の生みの親でいらっしゃいますニンテンドーの岩田悟社長55歳の若さでこの世を去りました最後までゲームに情熱を傾けた方でしたアメリカ CNN もイギリス BBC もツイッターには世界中から追悼の言葉が寄せられている 単腫瘍のため一昨日五55歳で亡くなった任天堂の岩田悟社長去年手術を受けたが今年5月の決算会見では元気な姿を見せていた他の方と違うことをして結果そこで新しい鉱脈を見つけるかということであの結果を出してきた会社だと自負しておりますので。 ゲームプログラマーとして人気作を手がけてきた岩田さんは2000年当時の山内博社長に招かれ任天堂に入社2年後42歳の若さで社長に抜擢された当時ゲームは内容が複雑化しゲーム離れが指摘されていた私は任天堂の基本戦略は年齢性別ゲーム経験の有無を問わず 誰もが楽しめるような商品を提案することで、ゲーム人口を拡大することである。この理念の下、大ヒットゲーム機、任天堂 DS、さらにウィ i を世に送り出し、一挙に業績を伸ばしたのだ。みな、はい、さんこんにちは。任天堂の岩田です。社長らしからぬ社長だった岩田さん。 近年はスマホゲームに押され業績が低迷していたが病を押して新しいゲーム機の開発に最後まで執念を燃やしていたかつて自分自身についてこう語っていた私の名刺には社長と書かれていますが頭の中はゲーム開発者しかし心はゲーマーですそうなんですよね。もちろんあの 世界中からいろんなこう惜しむ反応が出るというのは DSWE はもちろんなんですけれどもその前のやっぱりロールプレイングゲームの「マザー2」とかそういうもののやっぱりすごいじゃないかという岩田さんに対する思いが押ううしむ声にもつながっているような気がいたしましたけれども、ねはい、それではその他のニュースもあります。